はい、こちらひどい料理嬢さんのドイツ産系サイズが30センチです。お願いします。はい、新潟の広い料理嬢さん、ヨゼンさんのドイツ産家ですね。もちろんドイツで実績のある生産者さんですね。まあ、ドイツ昭和に、ドイツ産家、また五色や銀利五色など大変、品評会でも受賞できるのある生産者さんですね。こちら現在30センチ、 29.5 センチですね。バッチリジャスト30センチでした。もうあんまり大きくはできないですけども、もうすぐ品評会ですので、ちょうどいいんじゃないですかね。どうですかね、この模様、なかなかおしゃれな、こちら、こちらも春に仕入れた鯉をですね、大事に潜水飼育しておりました。時代もですね、東西のじゃ結構青っぽかった時代がですね、もう今白地になり、花の先までしっかり抜けました。ドイツって結構抜けが甘いんですけども、この鯉に関してはしっかり抜けてきましたね。模様がもう面白いですよね。これ掴んでお見せしますと、まずはこの丸点のような模様に、後半このここの背中の模様ですね。そして横の模様も、はい、こちらも横の模様も、はい、オスメスどちらかというとオスっぽいですね。こんな感じはします。はい、そして背中のこのガバッと開いたところが、ここが見せ場になります。じゃあお腹の方は綺麗なお腹しておりますね。はい、なかなか、ここの横から見ると切り込みが非常に目立つので、ここが見せ場になってきますね。面白い、そんなドイツ産系で、いいドイツ産系ですね。ちょっと場所が悪いので真ん中持ってきます。はい、奇抜な模様してるのでこう目立つ、そうですね。はい、いかがでしょうか。こちら広い料理嬢さんのドイツ産系でサイズが30センチです。ぜひよろしくお願いいたします。